朝ドラ朝が来た、あらすじ予告。11月28日度放送分。危機物語。大阪への帰り支度を整えた朝は、帰り間際に飯場に立てこもるサトシのもとに足を運び、甲府たちの処遇改革案への理解を求めました。朝の言葉に答えたサトシの口から思いがけない人物の名が出てきました。サトシは進次郎のことを知っていたのです。朝が鹿屋に帰ってきました。朝が戻るなり、小吉は重大な発表があると店の者を集めました。小吉の発表は皆を驚かせました。小吉は引退を宣言したのです。一方、外出したまま何日も戻らなかった宗兵衛が帰ってきました。宗兵衛はいつになく決意に満ちた明るい表情をハツに見せるのでした。